aim high, yeah. Don't cry, fly high, my dream, climb time, I keep going high, yeah. はい、ショーの YouTube。 今日はね、人類の生存をかけた放送になるかなと思ってるんだけど、これは本当に人類を救うか救わないかの、ちょっとした起点になる放送になるかもしれないですね。ということで、今日は薬物はやめろが、今最も人類が必要としている薬を紹介しようと思います。今本当にもう世界的に大ニュースになっちゃってますけど、で、たくさんの犠牲者が出ちゃってますけど、新型コロナウイルスに対して、結構ね、やっぱ本当にそのもう日本のメディア、世界的なメディアはマイナスの部分しか取り上げてなくて、じゃあどうしたらいいのかって、そこにしっかり目を向けて、そこの処方薬対処をもっとね強化しなきゃいけないんだけど、だから俺はそこをまずね、やばい薬があることを僕は情報でキャッチしました。なんと新型コロナウイルスにはアビガンっていう薬が効くんじゃないのかと。ただアビガンは普通に買えないと、そのお医者さん、大臣の許可が必要だと。じゃあどうすればいいのか。で、まあその辺も含めて、今日ね、今車運転してんだけど、これ今どこに向かってるかというと、埼玉の三郷の事務所から車走らせることね、渋滞にはまって走らせること2時間。今向かってる先は多摩堺内科クリニックの福富院長。まあ俺の中ではね、もう完全にもうアビガン院長なんだけど、まあ俺は横田翔平だからアビガン横田でもいいんだけど、とりあえずね、そのアビガンが本当に新型コロナウイルスに効くのかとか、その辺をねしっかりこう聞いていきたいなと。で、じゃあ今今後ね、今日本でもどんどん増えてるけど、じゃあその福富院長はどういう風になっていくのか、どういうことが警戒されるのか、その辺も具体的に聞いて、あのせっかくね18万9千人もフォロワーがいるんで、日本のメディアがねそういう部分を取り上げないんであれば、俺がアビガン横田になってやろうじゃないかと。アビガンが人類を救うなら俺がアビガン横田になってやろうじゃないかってことで、今多摩堺内科クリニックの福富院長、大先生のところに、ね、向かっております。そういうことです。着いたぞ。さあ、多摩堺クリニックから、あ、あった、多摩堺内科クリニック。上に参ります。ドアが閉まります。お疲れ様です。あの福富院長います？あ、お待ちしておりました。あ、じゃあどうぞ。あ、一応話通してくれたんですね。あ、そうなんですよ。マジですか？ありがとうございます。お待ちしておりました。どうぞ。すいません、緊張するな、なんか。先生、ご予約の翔さんがいらっしゃいました。どうぞ。あ、先生、失礼します。アビガン翔です。あ、こんにちは。はい、あの今日はちょっとあの急遽あのお話伺えるってことで、すいません、はい、伺っても何点か伺ってもよろしいですか？はい、じゃあちょっと失礼します。すいません、失礼します。あ、すいません、今日はあの福富院長、いきなりすいません、本当にあの今日その今人類のもうこれ危機だと思ってるんですよ、僕は。ちょっとしたその例えば今まあ何百人って言ったら失礼かもしれないですけど、でもその何百人が何千人、何万人、何億人ってなっちゃうじゃないですか、一歩間違えたら。で、あの、で、それで今、あの、福富院長は、なんかその、アビガンがすごいいいっていう噂を聞いて、で福富院長にそのアビガンのことをまず、今年そのアビガンが新型コロナウイルスにすごいその効くんじゃないのかっていう、はいはい、その辺のお話のところを伺いたいなと思って、やっぱ僕が話しても全然
新聞幹部の、はい、じゃあアビガンっていうのは果たしてさ新型コロナウイルスに、あの効く薬だと思われます。そうですね、はい、アビガンって、インフルエンザのね、はい、新型インフルエンザの流行に備えて、国が備蓄しているということで、もしね、新型インフルエンザが今度大流行が起きたら使おうということになってたんですけれども、でアビガンっていうのは新型インフルエンザだけじゃなくて、はい、RNA 関係のね、あの RNA なんでもね効くということで、メッセンジャー RNA を利用して増える。あ、メッセンジャー RNA、 あれですね、はい、あのそれみんな効くんですよ。だからエボラのアウトね、はい、インフルエンザであると新型コロナであるとね、みんな増殖を止めることができない、あの 効果はあるということでね。あのアビガンはもともと誰が開発されたんですかね。よく、詳しくは知らないですけれども、はい、白井教授とかあの、富山工業のね、現在ね富士フィルムがね親会社になってますけれども、はい、そこのところで開発されたもので、まあそうなんですね、まあ日本でね開発されたものですね。で僕思ったんですけど、じゃそのアビガンって成分もしその効くんであれば、もっとこの日本のメディアとかが、その表に出していいんじゃないのかなと思ってたんですけど、はい、でもそのちゃんとこう数字っていうか皆さんが見てるところで発信されてるのは、福富院長だったのかなと思ったんですけど、はい、それに対してどう思います、そのメディアがその成分をもっと取り上げるべきか。そうですね、もっと取り上げてほしいと思うけど、はい、特にね NHK、はい、僕ね NHK 何やってんのっていう気がしますけどね。あ、やっぱりそうです、ね、はい、そのこういう時にね、はい、こういうそれにアビガンについて報道するためにね、こういうあの国民がピンチの時何とかしてね、はい、国民を救わなきゃいけないんで、そういう時に NHK がね活躍しなくて、まあそのために僕受信料払ってるんだと思うんですね。はい、そのだったらもう強制的に国民から受信料を集める意味あるけれど、はい、こういう時にねなんかあの関係ないねお笑い番組とかね流してね、他の NHK 以外の局が一生懸命ね必死でもうあのいろいろね情報を国民に知らせようと頑張ってる時に、NHK がね、お遊びしてて、なんかね、それがどうしたっていう感じで、なんかね、お遊びやってたらね、何のためにね、受信料、NHK の受信料を払ったんだという気になりますよね。だからこういうとこそ、もう NHK で、まずね、率先してね、NHK が報道してほしいと思いますね。あ、なるほどですね。はい、あの NHK の、 あの職員の皆さん、もし見てたら、はい、取材の方は受けられますかね。大丈夫ですか。福富院長。委員長がそのまあまあそれはじゃあ置いといて、あ、それは NHK、 僕はここで、はいはい、僕はここで出演するということだね、はい、ここから、はい、いますね、はい、まあ、もし あればじゃあこちらの多摩境、内科クリニックの方にお問い合わせします、で僕はあと何点か聞きたいことあるんですけど、やっぱり本当に人類の、はい、そのひょっとしたら危機になる、はい、可能性もちょっとした部分がでかくなっちゃうという部分では、もちろんその若い子たちだったり免疫力ある子たちは、じゃあその薬を飲まなくても自力で治せる人たちもたくさんいるとは思うんですけど、はい、でも高齢者はあのひどい肺炎になってしまってそのままあの命をなくされる方も、まあ大勢いらっしゃるじゃないですか、はい、で当然中国の武漢なんかも、本当にもう何百人ですごい犠牲者がいて、はい、で僕が聞きたいのはじゃあ今もう日本に入ってきてると、はい、でまああの検査を受けてないけども感染してる人 もう、はい、僕の思う範囲でも、もう何百人は確実に、まあもう何百人はいるし、もっと何千人何万人ひょっとしたらいる可能性もあるわけじゃないですか。はい、で、例えばですけど、今後1週間、1ヶ月、3ヶ月って日本、もし都内として考えたときに、新型コロナウイルスはどういうその感じになっていくと思いますか、ここ日本では。まあ、日本の、ね、東京がどうなっていくかっていうのはもう中国見りゃ、ね、すぐ分かることで、はい、中国の武漢市とか北京とか、あの今見てね、これから日本ね東京こういう風になるんだなと、ね、思っていただければいいと思いますけれど、はい、まあ、インターネットとか結構ねインターネットからね動画悲惨な
のが出てますね。なんか、地獄だとか言って、もう、中国のね、武漢市、もう、何人かね、YouTuber ね、YouTuber 上げていて、みんな地獄だ、地獄だって言ってますね。こう、電車止まってるし、交通機関で全部止められて、はい、お店行ってもね、食料品も全然買えない。病院行ってもね、見てもらえないで、病院のね、機能がね、損なわれていてね、まともな治療も受けられないということでね、もう本当悲惨な状態なんでね、都市機能がね、はい、1000万人ぐらいね、武漢市1000万人ぐらいの都市の、ね、はい、機能がね、もう、ダメになっちゃってるというね、大変な事態になってるということで、ね。なるほどです。ということは、要するに日本でもその感染者が増えて、病態がひどい人たちが、まあ、自力で治せない人たちですね、はい、が病院に殺到した時に、要は患者とそのドクターだったり、ナースの数が合わなくなって、はいはいはい、困難を起こす可能性が今後出てくる可能性もあるっていう。都市が大混乱に陥るということで、はい、だからいろいろね、都市を動かしている中枢の人たちが全部感染しちゃうんで、はい、病院だったらドクターとか看護師さんが感染するし、はい、やっぱり交通機関でもね、動かして、それを動かしている人たちが感染しちゃってね、仕事できなくなると思うんですよね。まあ、警察官だって感染するだろうし、それから救護ね、救護を行う、ダイヤモンドプリンセスでも、はい、そこにいたね、役所の人とか、関わったね、なんとか しようとね、行った人たちがやっぱり感染してましたね。そういう風になって、そうすると、救う人がね、いつもだったら、正常な状態だったら、それ、なんかピンチの時に、はい、国民のためにいろいろやってくれる人たちが、まあ同じように感染してね、仕事できなくなってしまうと。なるほど。で、もうね、大変で、そこはまあ結構大変なことになるわけですよね。うん、いつもの機能がね、停止してしまうということでね。じゃあそういう今後可能性もひょっとしたら、出てくる可能性。僕は、もうこれからね、どんどん、大混乱にね、大騒ぎ大混乱にこれから、日々、ね、なっていくと思います。中国のようにね、中国のようにね、僕ね、はい、日本は中国と違って、こういう風だから中国のようにはならないよっていう理由が、もうどうしても分かんなくて、どう考えても日本のその対策っていう感染症に対策するのは、はい、中国より優れているとは思えないですね、僕全然。国境でも、国境もほとんどね、はい、中国から、最初、中国から、日本にウイルス入っていった時、もうほとんど素通りでしたから、もうその中国が大変なことになっているのに、はい、もかかわらず、もう、中国から観光客が遊びに来る人たちです。せめて遊びに来る人たちぐらいシャットアウトすればいいのに、もう大勢の人たちがあちこちの日本の首都とか観光所とか回って、うん、ウイルスばらまいて、何もそんなもんで、何も感染症を国境で食い止めるための努力を何もしなかったのと同じですよ、で僕の方もかなり結構前から、はい、僕の YouTube でもそのテーマ、僕も空港であえて言わせてもらってるんですけど、日本でそういう感染者が出る1週間以上前から話してるんですけど、やっぱりその日本は後手後手に回りすぎてる感じのはあるし、はい、ちょっと甘く見すぎてるかなって、はい、とは僕も思うんですけど、はい、でこれもう一個聞きたいことがあって、はい、じゃあその、まあ、今日は僕、結構体張ってますんで、僕自体がもうアビガンになってやろうということで、アビガン用語だとしてきてますんで、アビガンは、でもアビガンがもしじゃあ効くってなっても、はい、やっぱその日本のシステム上、いきなりじゃあその患者さんに使えるわけではないんですか。どうなったらアビガンは手に入れられるんですか。許可はまだ出てないということで、はい、許可はまだ出てない。厚生労働省に、はい、頼んで許可をもらう必要があるということで。なるほど、はい。僕ね、YouTube 出してから、はい、毎日ね、いろんな人からね、はい、電話かかってくるんですよ。で、はい、その、2日ほど前に、なんか親戚が2人ぐらい大臣で、自民党の関係者いっぱいいて、はい、なんか天皇の末裔だっていう。薬剤師の方から電話かかっていて、はい、その方がですね、厚生労働省、加藤大臣に要望書を出して、はい、アビガンがね、はい、ちゃんと使えるように要望書をね、厚生労働省、加藤大臣にね、はい、これから出しますって言ってました。で、僕それ出してどうなったか、
分かったらあの教えてくださいって、頼んだんで、しばらくしたらね、それどうだったのかを教えてもらえたんです。あ、そうですか。じゃあその辺はあの福富院長の YouTube で、もしそれが分かり次第、じゃあ YouTube の方で発表もなるほどです。あ、一応この動画の、下の詳細欄に、あの、福富院長の YouTube の方、あの、やられてますんで、あの、URL を貼っておきますんで、そっちだから、あの、詳しいことは、あの、見てください。あの、アビガンとか、そんな、いろんなことに対して動画をアップされてますので。で、僕は本当にその、もう、人類、少しでもね、あの、犠牲者が減るんだったらと思って、僕は今日こんな感じで動画をね、あの、アップしようと思ってるんですけど。なるほど。じゃあ、最後、ちょっと長くなっちゃうんで、最後になっちゃいますけど、はい、僕の方はと、福富院長的には、じゃあ、その、じゃあ、この普段見てるこの YouTube の、方々に、じゃあ、その新型コロナウイルスの、まあ、対策とか、なんかそういうメッセージとかっていうのはありますかね、一般の方たちに。はい、そう、まあ、他のね、僕、YouTube、新型コロナウイルス関係の、ね、YouTube 出しているので、はい、それ見ていただければ分かりますけれども、はい、消毒ね、あの先消毒するのは微酸水、次亜塩素酸水、ね、でやるといいですよって、まあ、具体的に、ね、もう一度言ってます、言ってます。微酸性次亜塩素酸水ね。微酸性次亜塩素酸水。微酸性次亜塩素酸水。あの置いてあるんですよ。微酸性次亜塩素酸水。はい、そこに置いてあるんですけど、はい、あの、まあ、具体的には、僕はね、自亜保険っていうのを これですか、これのことですか。いやいや、そこら辺に置いてあるけど、先生、これは何ですか。これは心電図ですよ。あ、心電図か、すみません、失礼しました。そこら辺にあのシュッシュってやるやつで、自亜保険と。あ、スタバゴですね。いや、置いてあるのは、それで、はい、空気ね、空中を消毒するやつ、あのパナソニックのね、自亜の置いてて、はい、まあ、それが一番ね、体に安全でね、しかも効果ね、いろんな会社から出てるんですけれども、まあ、最もね、安全で、最も効果が高いっていうのは、はい、ここなんですか、パナソニックのジャイノっていうことで、これはね、あのこれもね、微酸性ジャイノ酸水入ってるんですけれど、はい、これもね、いっぱいいろんな会社から出てるんですよ。で、これまあまあ、僕はこれを買ったというジアポケットってやつね、はい、これ面白い、YouTube にね、これ面白い。このね、コマーシャルのね、動画、コントがね、出てますので、ぜひ見ていただいて。あ、コントですか。あ、院長、コントもやられてるんですね。いやいや、このジアポケットの会社が YouTube に、ああ、そういうことですね。ね、ああ、そういうことですね。面白いコントを出してるんですよ、はい。あ、なるほどですね。はい。OK です、OK です。承知しました。はい。僕のね、再生リストの中にも入ってます。はい、僕、あの、微酸性次亜塩素酸水っていうのコーナーとかね、はい、ホームページにあ つけてますので、その中にね、これのジアポケットのね、動画もありますので、あの、この会社がね、作ったコント、面白いコントがあるんで、なるほど。分かりました。再生リストにね、微酸性次亜塩素酸水の再生リストがある、はい、それずっと見ていただければね、はい、あの、その、学術的なね、どういうメカニズム、理論ね、はい、理論、それ見てもらうとよく分かると思うけど、あと、あの、なんか僕ちょっと YouTube 見させてもらったんですけど、YouTube の最初になんかあの、院長っぽくないことやられてるじゃないですか。ちょっとあれやってもらっていいですか。いや、はい、せーの、アロハって言った。いや、あの、まあ、そうそう、なんかアロハみたいな。最後はこれで See you ってことで締めるということで。わかりました、はい、はい、ありがとうございます。ってこと、感じでなんか YouTube をなんかやられてて、でも、はい、内容はちょっとその、本当にやっぱそのすごく最先端だったので、はい、今日は本当あの2時間かけて急遽こちらに来させてもらったんですけど、じゃあちょっと最後あの、まあ、消毒あ、消毒です、消毒です、はい、これでウイルスね、やっつけられるんですけど、もしね、今ね、はい、ウイルスついててもこれで、はい、もうね、はい、ウイルスやっつけられましたね、はい、で、ってことで今日はあのこのショーの YouTube、 多分ね、 YouTuber とかってどこよりも先に多分その新型コロナウイルスの、ひょっとしたら効くんじゃないかって、薬物はやめろが、今人類で最も必要としている薬を、まあ、院長の話含めて紹介の方をさせていただきました。ということで、今日はこれひょっとしたらね、人類救う、また、ちょっとしたね、これきっかけになるかもしれないんで、今日のこの放送は皆様、しっかり見といてください。ということで、次回のショーのチャンネルも、よろしくべー薬ブーツ
はやめろ、やめろ、やめろ、薬物はやめろ、やめろ、薬物はダメよ、ダメよ、薬物はダメよ、ダメよ、薬物は避けろ、避けろ、薬物は避けろ、避けろ、他に金かけろ、てめえ他に金かけろ。